皆さんこんにちは。国民党代表、前葛飾区議の鈴木伸之でございます。今日はね、皆さんがこの渋谷の街に集まって統一教会に抗議に行くということでね、応援演説にやってまいりました。皆さん、この統一教会っていうのはね、日本でこれだけ資金を集めて、そして世界にその支部を、信者をね、広げていった、これ誰がやったか。韓国人が優秀でやったのか。これ、ね、違うんですよ。世界各地に布教に行ったのはこれね、日本人ですよ。日本人はね、ここは真面目でね、やっぱり優秀だから、一人でブラジルへ行けって言ったら、一人でブラジル行って改革するんですね。アメリカのど田舎行って、ここをキリスト教の国でも文鮮明の信者を増やせって言ったら、一人で乗り込んでってやる。こういうことはね、韓国人じゃできないんですよ。日本人が先兵となってやってった。文鮮明がアメリカにマジソンスキアガーデンとかで、また大リーグの球場とかでね、大きい集会やりました。4600億円持ってったって言われてます。じゃあその資金はね、どこから持ってった。全部日本ですよ。まさに日本から金と女を韓国に持ってって、その金を使って自分たちで組織を拡大し、そしていい生活をして、これはね、はっきり言って犯罪ですよ。これを許しちゃいけない。まさに犠牲になったのは、騙されて洗脳された日本国民、そして一部のね、上に君臨する韓国人が全ての富を日本から持ってった。この構図が見て取る。ところが、じゃあこれがね、なんで今まで霊感商法とかいろいろな、その時期その時期で批判のやり玉に上がったけれども、それ以上いかなかった。皆さんの町の地方議会を見てください。必ずある議連がある。日韓議員連盟、日朝議員連盟、日中議員連盟、それこそ細部の細部までこのネットワークを作られてしまった。だから批判の声が地方から上がらない、地方議会からも上がらない。今やっとね、やっとですよ、ネットの力もあって真実の声が上がって、メディアも口封じができなくなるぐらい、この統一教会問題が自分たちの日本国民の目の前に現れてきて、叩くなら今がチャンスですよ。そしてね、まさに日本から金と女を持っていったね、犯罪集団はやはり解散すべきなんです。だって皆さん悔しいじゃないですか。これはね、統一教会員が言うんですよ。みんなで集めた金をみんな韓国人が持ってっちまう。その姿を見て、やっぱりこれおかしいなと思ったって言うんですか。でもなんでそこでね、おかしいなで立ち上がれなかった。家族を捉えてるからですよ。自分の家族、そして自分の子供たちも信者にしてるから、争いをしたくないと思って黙ってきた。でも今回これだけ世の中で統一教会の犯罪性、反社会性が明らかになったら、立ち上がる人間が多ければ多いほど真実の声がね、内部からも出てくる。やはり世の中勇気ない人がね、大半なんですよ。皆さんここに集まる人たちはまさにね、勇気がある人たちで、そういう人たちが引っ張って、先導して引っ張ることによって、今勇気を出せない人も続いてくるんですね。反社会的、そして犯罪性、まさに犯罪性そのものの組織、統一教会、これを今が叩くチャンスです。日本から金を持ち去った、アメリカに持ってった、あの資金は日本から持ってった金ですからね。
日本から韓国に女と金を持ってった犯罪集団をぶっ潰しましょう。皆さんよろしくお願いします。あ、皆さんもう一つ、来週17日ちょうどね、金正日が拉致を認めた歴史的な日が20年前の9月17日なんですね。それのデモ行進を来週行います。ぜひご参集いただきたい。多くの人を集めます。まさに黒川さんとかね、皆さん協賛していただいて、北朝鮮もね、まさに悪の帝国ですからね、これも許すことできない、統一教会も許すことできない、ましてや拉致を認めたそれから20年、進展がないじゃないですか。来週中央区時和公園、時和橋じゃないね、時和公園で午後3時集合でデモ行進を行いますので、皆さんよろしくお願いします。